クルメイト、今日はクルーが多いですね。高田さんとキッチン脇。釣り。くそー。おー、ナイスナイス。これ10秒ジャストなのかな。ぐらいじゃない。魚釣り1匹目が釣れる瞬間ぐらい10秒ジャストだと思う人。はいはい。おお、シェリフ探ししてる。あ、そのこと。シェリ、あそこシェリフわかんのか。プテブリね、これ33。プテって何しに行ったの。え、何してんの。え、え、プテ人外じゃね。あいと、え、えい、ナイス。え、何秒だと思います。20秒。プテってさ、ごめんね、今のタで何したの。展望台に入ったんだけどタスクないやんけって戻って上部演習行きました。初手のもうガチ最初でしょ。ガチ最初に湧いた瞬間噛みすぎやろ。いや、なんか上部入ってった、一緒に展望に入ったんですよ、うん、で番号スルーしてなんか左の方行ったんですよ。で、ね、そっちタスクねえけど何やってたと思って。じゃあ僕あのマップ開きながら湧いてたんですよ、うん、もう、はい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 、で、あのスプラッシュゾーンにタスクがあったから、あ、左にタスクがいっぱいあるわって左入力したら、ここアッパーやんけっつって展望にタスクないのに、なんかもう、なんかあの初手、一応説明します。初手からあのカメラの方に走っていき、で扉が閉まって、あれ何やってたプレと思って左見に行ったらいなかったから、まあそこ戻ってるんだったら、ボタンタスクやったよね。うん、まあその時に戻ってるのかな。最後今鉱山の入り口です。怪しいな。まあちょっと怪しいな。もちろん動きは謎すぎた、謎すぎたから試しにシェリフに来てほしいわ。もうやってみ。やってみ。お前が悪いからね、言うてやってることはな。ガチで人外だとしか思えない動きだけどね、あれマジで。まあ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 認めましょう。さすがに怪しいね。なあ、おお、にゃー、はい、やってやろうじゃねえか。いや、そんなことするんだったら釣っといた方がいいよ。なんか、いや、それはダメだけど。ダメなんだ。それはダメ、するのは、ね、隠しろになりたいんだ。ちょっとでも過ちを犯したらもう処刑みたいなね。そらそうだよ。過ちは処刑よ。怪しい動きをしてるのが悪いんですよ。そらそう、何年やってんすか。そう、許しをこいたい。3年だね。あたさこと一緒に丈夫脇かな。まあ人外でやる必要あるかって言われたらねえから、まあ、別にそこまで怪しいかと言われるとそういうわけじゃないけどね。まあ怪しいけども、怪しいけど、あら、場所わかる、場所わかる、場所わかる。どこ？焚き火の時計、うん、まあ、左下です。焚き火の左下、はいはいはい、望遠鏡覗き込んだらありました。おお、鬼木って展望直した人。直してない。いや、直したのは僕、慎太郎さん。じゃあ無理だね、そうです。それ基本高田剣士、プテハシ、スナパイがキッチン巻き。ただアルマ、高田さん、モシロ。うん。え、アルマどこいんのこれ。展望っす。ああ、展望で、あの、おにぎがバグって、望遠鏡の前でダンスしてた。で、俺から旗そこにしろ出せるかな、そこにしたいだったら。はい。はい。かたけあるしん。通信はこれ誰の。あ、俺。
俺は鬼木と鉱山出るときにすれ違って通信行って扉下開けて直してます。あれ藤宮どこまで届いてる？現地から出てた。ジャングル上。ジャングル上。アイさんは白かな。私がずっとキッチンで魚釣って焼いて電気のタスクとかもいろいろやってたんですけど、サバイさんドアは開けたもののその後もずっとキッチン滞在してたと思います。タスクしてる間に焚き火に行ってズバは一応できるがめちゃめちゃレアケです。容疑者って原砂ぶり藤宮君もじゃない多分藤井か、うん、まあ、ミーティングに入るサインならミーティング下から入ってるかな。そうか、藤宮君と、音質したあたりで分かれて誰か音質下のキノコ踏んでいる。で、あ、それとそれかな？かな？わかんないけど、誰かはわかんないけど。で、その後、そのまま音質したジャングル、ミーティング、宿舎でタスクやって、今ボタン。開幕僕が魚釣りしてるのは多分、高田健志は見てた、知ってると思うけど、後からゲンさんが来てたのね、俺が釣り終わった時にはゲンさんが釣りの場所にいて、はいはい、で魚焼く、扉開ける、魚焼き直すのタイミングで俺が開けたドアをゲンさんが利用した説は一応あります。ゲンさん目線スナパイさんに白出るんだったら3択。そうじゃん。あ、スナパイさんは私白出ないってことですか。俺が魚扉開けて魚焼きに行った後ゲンさんって1回上行ってません？あ、そう、だから電気のタスクをやりに行きました。10秒待つのがもったいないと思ったんで。はい、キッチン内さん。そうです。私はずっとキッチン内にいました。まあ届かなそうだけど、ね、焼いて終わって見ていたならさすがに。竹尾源と一緒にマシュマロ焚き火焼き。はあ、藤宮も一応容疑者なんだっけ。パッパー。おい、おい、おい、おい。多分私もスタバイさんもタスクやってる間に焚き火まで行ってズバっていう可能性しかないと思います。どっちも薄いって思ってほしいかな、うん、タスクしてない時のうろうろ歩いてる時はお互い死人があるって感じです、はい。まあ、なんかあんまりそこの二人街のつながりもなさそうな気がするんで、キッチンでそお互い切ればいいから、うん、まあシンプルに僕視点はハイブリさんかな。そうね、フジブリのタクかな、うん、なんなら僕ってハイブリさんの後ろだからこうやるんだ。ハイブリさん視点で藤宮って後ろ出ないですか。いや俺結局宿舎前とかに行ってるから、その間にミーティング抜けられてたらが誰でもあるのが宿舎行ってんだ。藤宮とハイブリさんはその別れてからどのぐらい経ってるんですか。めっちゃ経ってる。最初だけだね。俺の経路を詳しく言うと、音質はキー、まあ、そして原子炉入って、うん、温度計やって出るときに畑迫が入っていった、うん、で荷上げに高田さんがいて、俺はそこから左側にもタスクがあったから、ジャングル下のキノコとジャングル上の卵拾いをやって終わりぐらい、うん、研究室行って研究室からベンド飛んでスプラッシュから入って切るとかできないの。まあ俺はできちゃうけどって感じ。ミーティングを通らないならそれしかないよね。うん、いやその時間があるのかなっていう。あ、でもなんかなんだっけ、ハイブさんって宿舎もやったんだっけ。宿舎やってる。うん。藤宮キワいね、なかなか。高田さんが見上げしている時に僕が後から上から降りてって合流して、ね、それ卵拾って、うん、で左のはしごから登って展望入って見合って終わりぐらいの時間しかないから。そうね、まあまあキワイ。もうシェリフ出ときます。藤宮旦那は4直近キルやね、ほんとめっちゃ直近だと。キワイっていうのは難しいって意味で。いや、むずいっすね。直近だったらカメラで見られるんですよ。そうそうそう。ああ、そうじゃん。そうそうそう。だから、あ、かなりむずいよ、それ。ハイブリさん、確かに。ハイブリさん、打ちますよ、僕が。お全然いいよ。いや、まあ、釣ってもいいかな。釣りの方がいいんじゃないですか。釣るんやったら打って。だって俺視点は、あ、俺タスクは少ないけど、ボタン待機してるから。つってまえつってまえ。やったらローラーやったら飲むわ。藤宮とすか。うん。ゲンスナではなく。僕なんなら藤宮よりゲンスナの方がワンチャンじゃねえかなって思っちゃったな。ハイブリさんの荷上げと旗さこの位置当たってるから。まあ、一旦俺スキップはするけど、なんか俺からの情報ってそんなに出せるもんでもないから。正直他の視点からゲンスナを弾くみたいな話してたから、俺するんかい。ほな喋らせろや。いや、まあでもそんな流れやったしな。ほな釣って藤宮君まで。釣れねえなー。
釣れてるんだけど釣れねえな。釣れないんだから。これね、あのね、宿舎っす。どうせボタン押されるんで。ゲーマーがいっぱいいる。またそこは先に抜けて、鬼気が抜けた。この音楽好き。でてて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 ては、あそこにいた研究室つなげん無理。あたそこボタンなかったの？ありますよ。なんで押さなかったの？今回ってたから押せなかったです。研究室にいたのどれくらい前ですか？俺が今上部にいるから。え、でも別に押せばよくないですか？何だったとしても15秒前研究室にいたんだったら切って戻ってきてて押せなかったパターンとかもあるから。5秒前ぐらい。うーん、目、旗、足を取り合います。いや、取れないよ。旗、サコ、俺は目屋さんに塩出せる。旗、サコはまあ俺に塩出せると思うけど、俺は宿舎でうろうろして、で、旗、サコがボタンを押さねえから、直って、宿舎から戻って、旗、サコはまだま、なんか、うろってしたから、なんか、回ってたっていう理由でボタンを押せないんだったら、なんか人外っぽいなって正直思っちゃった。メイヤさんは宿舎で助けて目離してるからハタサコがワンチャンあるってこと。うん、ハタサコは最後ミーティングの上からなんかうろってしてるの見えたけど。でもリスナーは白取り合います。うん、無理やと思う。ハタサコってさ、もしキル取った犯人なんだったらむしろボタンを押した方が良くない？いや、だから最後にミーティングの付近で切って、あ、戻ってきたからボタン押せなかったパターンとかも。俺から富士砂に白出せるよ、ちなみに。ああ、 えどこで見たんですか？あの扉開けてるの見てる。あの、ああ展望だっけ、うん、展望のところ。通信直しが原因です。事前に富士砂原因で通信に降り、そうそう、で私を残して富士砂が出て行かれたって感じです。なんで原砂に人がいなくなったんで、僕自体ハイブリさんでほぼ確実に落ちていると言っていいでしょう。俊太郎一生浮いてます。ずっとキッチンね、僕。ああ、キッチン脇は見てる。あ、まあ、新畑タカ。見とけよかった。まあ、俺もできるから。うん、新畑タカ、サンロラしよう、サンロラ。いきますか。もう、うん、ハイブリさん決めて、新畑タカ、サンロラ。まあ、からかな。まあ、畑サコから。畑サコのマットも、マットとかの方がありそうな気はするが。じゃあ、押せばよかったわ。ちなみに、畑サコ、ま、え、これ、一インポスター落ちてる。ハイブリさん、黒決め打ちで、うん、で、おまおじさんの進行を。リスペクトでサンドラします。発砲もしないもん、サンドラする。押せばよかった師匠ならだいぶ人間だと思っちゃうけど。いや、押せばよかった、本当に。おー、カズヤドー、マジか。どういうあれだったの？治ったと思ってなかった。まだ矢印出てると思って、ね、はい、そういうことか。そこの矢印見にくいよな、うん、左いるとき。あの、僕ミーティングで死んでます。マジかよ。ミーティングで死んでんの？俺が一生下のところで、俺が一生ゲームしてたせいで全然死体発見できない。下のところで切ったんだけど、まあ、まあまあ直近だから、うん、あ、そうだ。いや、マジお世話だから。たまにチラチラハタソコを見に行ってたんだけど。まだ治んねえじゃんと思ってぐるぐる回ってたら。じゃあ行きますかね。はい、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 はい